知事の定例会見を始めます。知事よろしくお願いいたします。はい、私の方から2点、まず第1点ですけれども、この度観光ボランティアのチーム名を募集いたしますのでお知らせいたします。観光ボランティアはこれまで東京を訪れる外国人旅行者に対しまして、都庁や観光スポットなどにおいて観光案内のサービスを提供するなど、東京の魅力を伝える案内役になってまいりました。で、これに加えまして、来年度から新たにボランティアの方々が街の中で外国人旅行者に積極的に声をかけ、外国で観光案内などを行う街中観光案内を実施するための準備を進めております。で、これはご承知のようにロンドンの場合はオリンピック・パラリンピックを機会としてロンドンアンバサダーズというロンドンチームでピンクの制服を着て案内をしたと。で、これオリンピック・パラリンピック終わった後もレガシーとしてですね、夏休みの時とかクリスマス期間に空港とか主要観光地を案内しております。それから昨年ソウルに行きましたけど、ソウルではアイソウルということで赤い帽子と赤い T シャツ着た2人組のチームがやはりいろいろ観光案内をして、動く観光案内として活動している、こういう、チームロンドン、チームソウルのようなことをイメージをしております。で、今後この街中観光案内をはじめとした観光ボランティアを2020年までに、3000人ほど育成する予定であります。で、そこでこの度ボランティアに参加する皆さんがチームとして一体感を感じられるようにチーム名を募集したいと思います。さっきのようにロンドンチームはロンドンアンバサダーズという、それからソウルのチームは愛は私という愛ですね、愛ハイフンソウルというのが正式な名前だそうなんで、おもてなし東京とかチーム東京とかいろいろ皆さんもお考えいただいてですね、応募していただきたいと思いますが、またボランティアが着用するユニフォームも新たに制作する予定であります。都が販路開拓等ビジネス支援をしている有望な若手デザイナーの方々にデザインを考えてもらっております。チーム名につきましては皆さんに応募いただいた中から選定しまして、新しいユニフォームと合わせて4月中に発表したいと考えております。チーム名の応募はどなたでも可能ですので、多くの皆様にチーム名を考えていただきたいと思っております。そして2020年大会に向けて一緒に観光ボランティアを盛り上げてほしいと思います。この点詳細につきましては産業労働局にお尋ねいただきたいというふうに思っています。チーム名の募集期間は1月の27日から2月の13日まででありますので、詳細は産労局の方でご案内をいたしたいと思っております。2点目です。今ちょっとソウルの話が出ましたが、2月の3日にパクウォンソンソウル特別市長とお会いいたしますのでお知らせいたします。昨年7月に私はパク市長のご招待でソウルに参りました。それ以来約半年ぶりにお目にかかります。前回ソウルにおきましてパク市長との間で東京都とソウル特別市の交流協力に関わる合意書を締結して以降、両都市間でさまざまな分野で実務的な交流協力を積み重ねてまいりました。で、今回のパク市長との面会ではこれまでの取り組みの成果を確認するとともに、今後の一層の関係強化の方途について意見交換をしたいと思っております。この点詳細は政策企画庁企画局に聞いていただきたいと思います。菅さん、私の方から以上2点です。はい、じゃあ幹事社からソウル市長との面会についてですね、2点ほどお尋ねいたします。まず昨年、7月にソウル訪問された際に、パク大統領と面会されてですね、韓国人学校の、増設してほしいといった、要望を受けられたかと思うんですけども、その進捗状況がどうなっているかということがまず1点と、でそのソウル市長との会談ではその人事交流ということで復活するということで、そのお話あったんですけども、何かこう今回具体的な動きとしてですね、ソウル市と人事交流をするとかですね、そういったことが成果としてあるかどうかということをその2点お尋ねいたします。はい、第1点目については
まあ、どういう形で協力はあり得るか、どういうところに土地があるか、そういうことを含めて今まだ検討中ということであります。それから2点目につきましては、まあ、お互い大都市ですから、交通渋滞の問題、水の問題、それからいろんなこの都市計画の問題、山ほどあって、それはもう細かい協力の合意書で、職員も相当行ったり来たりをしております。だから特別今回、パク・ウォンソン市長が来られるから、それに合わせて、なんかそれに加えて特別なことをやるということではありません。今後ともその協定書に基づいて、協力関係を進めていこうという、そういうことで、何か突起してやるってことはないというのが今の状況です。よろしいでしょうか。はい、幹事からは以上です。各社、お名前と社名と名乗ってですね、ご質問ください。各社どうぞ。それからご承知のように、今日2時半からシンポジウムは、安全の方シンポジウムありますので、25分ぐらいには今日はちょっと終了させていただきたいと思ってますので、ご質問のある方よろしくお願いします。どうぞ。はい、東京 MX テレビの風と申します。はい、先週金曜日にですね、オリンピックの大会基本計画の概要が発表になりました。はい、大会後も国内外にレガシーを残すということを意識した行動計画となっているんですけれども、はいはい、それについての受け止めをまず聞かせてください。はい、まあ、行動計画、これはずっと我々が言ってたように、ポジティブなプラスのレガシーを残していこうということなんで、まあ、私たちの基本的な考え方がそこに盛り込まれたということで、まあ、大変良かったというふうに思っております。ですね、今回会場計画についての具体的な計画内容はまだ盛り込まれていないんですけれども、このタイミングで盛り込まなかったことについてはどのようにお考えでしょうか。それはですね、当初、まあ、盛り込めばというふうに思っていたんですけれども、結局最終的な決定権が IOC にあるということで、 IOC、まあ、会場計画正式な変更をするための必要なことは IOC の理事会の議決がないとダメだということなんで、IOC と協議した上、まだ議決いただいてませんから、まあ、今回の大会開催計画には盛り込まないということであります。ただこれまで議会なんかに対してご説明してきた通りですね、IOC とも協議をしたし、インターナショナルフェデレーション IF とも協議をしてるんで、繰り返しになりますけれども、有名な島ユースプラザアリーナ AB ですね、それからワカスのオリンピックマリーナ、この3つの施設はもうそれは新設を中止すると、で既存施設を活用しましょうと。で残る7つの施設については、まあ、今の計画に沿って整備を進めるとすると。で、そのうちですね、アクアティクスセンター、それから海の森水上競技場、それから有明アリーナ、これはもうすでに設計に着手しております。で組織委員会と連携しながら、 IFIOC と調整をしながら、もうこの予定は書いてなくても変わりはありません。でとにかく組織委員会と緊密に協力して、最後は IOC のお墨付きをいただいて、それが大会開催基本計画の中に盛り込まれるということですし、2月の4日5日、今度また会議がありますので、 IOC とのここで、かなり詰まってくることも考えられると思っています。私の方から以上です。今のその会場計画なんですけれども、結局そうしますと、いつぐらいまでにこう文章として落としたいなという目処っていうのはありますか。まあ、これあくまでも IOC 理事会の議決が必要だということで、まあ、IOC の動き待ちなんですけれども、今申し上げたよりもう変わりません。先ほど申し上げた3施設の中止と、それから7施設は予定通りと、そのうちの3つぐらい、アクアティクスセンターなんかはもうすでに設計に着手してますから、これは変わらないんで、書いてないだけだけれども、そこは事実上変わりませんと、それは確信していただいて結構だと思います。よろしいでしょうか。はい、あとはどうですか。はい、あと2点
新聞の竹本です、はい、またちょっと都政と離れて恐縮ですが、はい、先週もあの会見で出ましたですけれども、イスラム国と、見られるグループに日本人が拉致されて一人が殺害され、あと、まあ、人質と交換条件で釈放という解放ということになってて、国際政治学者でもらした知事、今改めてどういうふうにご覧になっているか改めて伺いたいんですが、まあ、100% 確証じゃないんですけど、一人が殺害されたっていうのはこれはもう極めて許し難い蛮行だというふうに思いますので、こういうことが許されるべきではないということで、もう国際社会こぞって批判を非難をしているというのを、我々もきちっとそれに対してはこういうことは許すべきでないということを声を上げて言うべきだと思っています。それから後藤さんの身の安全ということも、これもどこまで情報が正しいのか、映像の解析なんかも政府も行っているようですけれども、まあ、しかしああいう形で、イスラム国の方がラジオ放送やインターネットを通じて、表明しているということで、まあ、日本政府もかなり信憑性が高いということなんで、まあ、あとはだから身代金から人質の交換へということになりたんでしょうが、ヨルダンという国の決定がありますし、非常にヨルダン政府も厳しい選択を迫られているというふうに思っております。で、まあ、おそらくいろんなルートを使って政府もこれ全力を挙げてやっているというふうに思いますので、とにかく一刻も早い解放を釈放するということを願っております。それで実は私がイラクに入った例のサダム・フセインが完全に失脚する前なんですけども、その時もですね、まずヨルダンに行きました。でヨルダンからずっと車を運転して車に乗ってバグダッドまで入っていきましたですね。だから非常にその親日的な国であるし、ヨルダンを拠点にして今も対策本部、日本政府の対策本部はあそこにあるわけなんで、ヨルダン政府との関係は非常に大事にしていきたいというふうに思ってますし、まあ、自国民であるパイロットの解放が優先だとこれもよく分かりますし、まあ、2人ずつの捕虜の捕虜というか、その交換という人質の交換という話も出てきてますんで、まあ、これは今政府が一生懸命おやりになっているんで、政府の努力、それからヨルダン政府の努力、さらに国際社会のこの協力ということを仰がざるを得ないというふうに思っております。それで日本政府の意向、それから我々の意向というのは、非常にその彼らはメディア、イスラム国はメディア戦略に長けているんで、逆に言うと外から来る情報、外から発信される情報はきちっとキャッチをしておりますんで、そういう情報を判断しながら彼らが行動をすると思うんで、必要な情報については、つまり我々の主張については正しいことをしっかりと述べ続けるべきだというふうに思ってますが、まあ、いつどういうふうに展開するか全く予想はつきません。長期戦になるかもしれません。で、昨日から国会も始まりましたので、国会での議論もあると思いますけれども、まあ、我々東京都の立場からすればですね、2020年を控えて、東京も決して無防備ではない。で、少なくとも私どもは中東の国々と戦火を交えたことはないし、人道的な援助しかしてないというつもりではありますけれども、イスラム国の発想だと、その反イスラム国の陣営に一緒に参加しているというイメージができてくれば、イスラム国にその賛成するテロリスト、ないしテロリスト予備軍という連中から見れば、日本も東京も敵であるということになったときに、我々のテロ対策も非常に真剣に、この細かくやらないといけなくなる。で、まあ、できればああいうテロリスト集団というのは一日も早くいなくなってほしいんですけれども、2020年ということを考えたときに非常に重い責任というか
非常に用意周到な準備をしないといけないなということを思ってますので、まあ、そういう観点からできるだけ私も情報を入れ、万が一の場合に備えての対策というのは、それは警察、消防含めて関係機関としっかりとやっていきたいというふうに思っています。で、東京都民、それから日本国民も、決してこれは我々に無縁の話ではないんで、そういう意味で日頃から危機管理ということをしっかりやるべきだなと思ってますね。危機管理に今後とも全力を挙げていきたいと、そのように思っております。はい。日本テレビの久野村です、はい、ボランティアについてお伺いするんですけれども、はい、その今度募集するチーム名が適用される範囲といいますか、いろんなボランティアがいると思うんですけど、その歩く観光案内の人だけにこう適用されるチーム名なのか、まあ、全体としてボランティアに付けられる名前なのかというのが一つと、歩く観光案内所についてソウルではミョンドンとか繁華街になったと思うんですけども、はいはい、まあ、日本での東京での配置のイメージといいますか、まあ、オリンピック会場周辺というのはあるかもしれないんですけども、レガシー利用としてもまあ、どういったところにそういう配置すればよりいいかなっていうお考えがあればお願いします。はい、それは今後皆さんの意見を聞いて、都民の皆さんの意見も聞いて決定したいと思いますけど、基本的には、まあ、歩く観光案内的な方々は同じユニフォームを着ると、だからその鶏と卵じゃないんですけども、そのユニフォームを着た人たちがまさにそのチームであって、そのチームの配置とはまたそのユニフォームを着ると。だけどそうじゃなくて、例えば困った人を助けようっていうことでいろんなボランティアがあって、それはそれでやっていただければいいと思うんです。だからいろんな各種のボランティアがあるけれども、まあ一つそのロンドンとかソウルでやってるように目立つ形でその人たちに尋ねればとにかく面倒見てもらいますよっていうのをやるということなんで、場所はやっぱり東京駅周辺とか新宿とか渋谷とか池袋とか銀座とか、まあいろんなその盛り場的なことや観光客がたくさん来るところが中心だし、それから例えばターミナル駅、東京新宿池袋渋谷、それから空港、こういうところでも必要になってくると思いますね。でまだ5年ありますから、試行錯誤をしてとりあえず今年チーム名決めて発足をできればやって、その人たちがこうやっていく、それでその経験でもっと増やした方がいいとか、これはむしろあんまり増やしすぎないで限定してやった方がいいということで、オリンピック・パラリンピックの時は、まあ、完璧なものにしたいなというふうに思ってますんで、それが今のところで、まだまだいろんな改変する可能性はあるということです。よろしいでしょうか。はい、どうぞ。霞ヶ関通信社の稲村と申します。イスラム国の名称の呼び方ですけれども、現地では ISIL イスラミックステイツオブイラクとレバノン、レバノンと、それから ISIL イスラミックステイツ、イラン、シリアとかいうふうな英語での表記で読んでおりますけれども、なんでイスラム国という形にしますと、何かこの、宗教的な形でイスラム共和国イランというのもありまして、まあ、ここあたりは全く民主的な国ですけど、何かこうイスラム教と何かそれでない教徒の宗教的な感覚対立のようなものを感じる人もたくさんあるんじゃないかと思うんですが、イスラム国というのは改められないものでしょう。日本では呼び名ですね。トルコブロというのは買ってありました。トルコ迷惑して一生懸命やった結果、トルコブロは今サウナブロになりましたけれども、そんな感じで受け取る日本の国民の人は多いんじゃないかと思うんですけど、イスラム国というのは日本だけの呼び名のような気がしますが、改めていくようなリードはできないんでしょうか。まずちょっと間違いを訂正しますと、イスラム国というのは日本だけの言い方ではありません。例えばフランス語の新聞によって EI レタ・イスラミックってなってます。レタってフランス語でステートですね。でイスラミックステートっていうふうに英語でもなってます。つまりですね、
要するに何が問題かというのは、確か昨日自民党の中で国というのはおかしいから、じゃあ ISIL ということを使おうというけど、だって ISIL だってイスラムステートオブイラクのレバノンですから、ステートという言葉を使ってるんですよ。だから国際政治においてステート、国家というのは何ですかというのは、ネーションステートからの国際政治の授業じゃないけど、ね、ネーションステートからずっと流れがあって、ああいうものをステートと認める、国家と認める、国家承認するということはおかしいじゃないかという感情が背景にあって、私もそう思うんですよ。国家というのは領土があって国民がいて、きちんとした政府があってということなんで、彼らはそうだって言ってるけども、シリアとイラクとあの周辺にバラバラになって実効的な支配をやってるだけですから、あれはきちんとした国際法上の、ステート、レタ、国家とは言えないと思います。だけど要するによその国の新聞見てもそういうふうになってるんで、だから通常の呼び方は、まあ、通称っていうかであって、まあ、あんまりそこは目くじら立てる必要はなくて、我が国はあれを国と認めてませんから、それでいいんだと思います。だからむしろそういうことを気にしてると、世界中のメディアが全部書き換えないと、じゃあおかしな話ですよ、そのイスラム国と言わないで ISIL って言えばいいんですかっていうの、でイスラミックステートじゃないですか、要するに日本人に分かりにくい横文字で言うっていうんじゃ何の意味もないんで、そうじゃなくて言うべきことは、そういうふうに彼らが呼んでるけど、我々はあれを国家としては認めないということを自民党もしっかり言うべきであって、そっちが先ですね。だからまあ、そういう、ことをしっかり言うこともまた一つの政府としての立場だと思いますので、与党もそこはしっかりと説明しないと今のようなご質問には出てくることになると思います。よろしいでしょうか。じゃあちょっと次のシンポジウムの用意、皆さんもあると思います。今日は終わります。ありがとうございました。